ポポポーまあ、それにしてもね、まあ、参院選が、えー、7月4日、えー、公示で、7月21日投開票っていうのが、まあ、今日決まったということなんですけども、まあ、参院選でね、まあ、いろんな動きがあるということで、まあ、今日なんかネットで、えー、話題になってたのはですね、元モーニング娘。の、えー 一さやかさんですかえー、35歳の方が立憲民主党から比例代表候補として出馬するという報道っていうのがね、これあのスポーツ新聞スポニチやったと思うんですけども、それが報じたと。えー、まあそれがすごく、えー、まあ僕も気になってたんですけども、えー、まあ本当でも、まあ早くもね、なんかもう叩くような、 え、コメントとかでね、まあ本当にその、まあ、牽制されてる感じっていうのもあるかなと思うんですけども、まあ本当この一位さんっていうのは久々にこの名前見たなと思うんですけども、まあどこまで票を取るのかなっていうのがね、比例代表でね、僕はそこが気になったんですよね。あの,の一位さやかさんとなんかブログかなんかやっておられてですね、まあ大きな娘さんもいると、 えー、いうことなんですけども、まあ、そこにいいねとかね、なんか、あの、ついてるんですけども、まあ、数的にはどうなんかなっていう感じがしてね、あの、どこまでその表をね、えー、このお名前で取れるのかなっていうと、ちょっとやっぱその、あの、大丈夫なんかなっていう感じがするっていうね、まあ、立憲民主党っていうのは、なんていうんですかね、こう、 すごい名前の売れてる人を、あの、比例代表に出してるというよりはですね、まあ、そこそこ名前が知られてる人っていうかね、えー、そういう感じの人を、まあ、比例代表に、あの、数多く出してるなっていう印象が、 えー、あってですね。なんかもう一つ飛び抜けてないというかね。まあ、須藤元気さんなんかはそこそこ取るんちゃうかなと思うんですけども。ただやっぱその比例代表って言ったらね。やっぱそのま、市井さやかさんと比べられるとしたらですね。まあ、前回参院選で自民党から出た、え、元スピードの今江里子さん。今江里子議員ですね、今ね。えー、この方が前回参、 30万票ぐらい取ってるんですよね。まあ、ただこれはその、今江里子さんっていう、え、元スピードとしてのネームバリューだけで取ったわけじゃなくて、まあ、この今江さんっていうのは、三戸秋子さんの三党派の、まあ、麻生派なんですかね。三党派のですね、えー、行政書士の、組織代表みたいな、そういう側面があったと。それで頑張って30万票っていうのを、 取ったっていうのがね、えー、あるんですよねうんだからほんとそのまあ今回立憲民主会市さが出るとしてですね市さだけの、えー、名前でどこまで取れるのかって言うとやっぱりかなり難しいというか、えー、今えり子さんが30万票やったとしたらですねまあそれはだいぶちょっとやっぱりねあのー 下がるんちゃおうかなって、下になるんちゃおうかなっていうのがなんか予測できるかなと思いますね。うん。やっぱそのね、なんかテレビとかで、えー、今も活躍されてたらあれなんですけども、まあそういう感じも、僕は要はあんまり知りませんけども、そういう感じでもないと。うん。またやっぱそのね、母親として、えーっていうイメージはね、すごくいいんじゃないのかなと思うんですけども、だから本当ね、立憲民主党から 比例代表で出る、えー、そこそこ名前の知られてる人、ボイパの奥くんでしたっけなんかね、アカペラグループの、ね、ラグフェアの奥村さんですかこの方もそのツイッターでそんなにこうフォロワーがいるわけじゃなくですね、えー、かなりね、あと筆談ホステスのね斎藤理恵さんとか、 えー、この方も最近ツイッターのアカウントを作ったみたいで、まあフォロワー的にももう全然あの数が少ないなという感じで、本当に立憲民主党はね、本当にその比例代表に、あの、こういうね、あの、 ある種の有名人を出すのはいいんですけども、まあ、それはどこまでの見込んで、この出馬依頼というかですね、出馬をさせようとしてるのかなというのが、すごく気になりましたね、うん。だから僕は場合によっては、一位さんが、えー、出るという報道がありましたけども、あの出ないとかですね、そういう土壇場でね、やっぱり出ませんとか、そういう可能性だってあるのかなと。うん まあそれはやっぱり立憲民主党がきちんとですね面倒をあの見,見れているのかどうかということですよね。うんまあ、お金の面でもそうですけども、立憲民主党というのはまあお金がないと、えー、ちゃんと他の候補にですね比例代表じゃなくて選挙区の候補とかにも、まあ、ちゃんと面倒を見ているのかと、まあ、そういうあの声、指摘というのもあるわけでね、ね、まあ、そういう意味でいくとねあのどうなんかなと。うんえー だから15万票ぐらいは最低、えー、得票ラインでしたっけ、なんかあの比例でね当選しようと思ったら、それぐらいいると思うんですよね、それぐらいかき集めなあかんやったと、もうちょっと低いかもしれませんけども、まあ、それをその道井さんだけで取れるのかと。 ええー、これ全国ね、回る、回って取るのかですね。えーまあ、そういうことだと本当に、あの、真剣に考えないといけませんしね。まあそういう意味でいくと、その、時間的にもどうなのかと。もう参院選まで、来週参院選ですから。えー、まあそれまでもきちんと動かなあかんでしょうしね。まあスケジュール的な問題とかですね。えー、そういうことを考えるとね、結構難しいんちゃおうかなと思いますね。ただやっぱまあ、 あの、こうやって報道されることによって、無党派層、 への、こう、票の掘り起こしみたいな、まあ、そういう面ではね、いいかもしれませんし、またこの一位さんが、えー、今回立憲民、野党がですね、まあ、あの、安倍政権に対して年金問題とかね、老後二千万問題とかで、えー、厳しく、あの、批判してますけども、まあ、そういうことを、あの、語ってもらうとかですね、まあ、そういう、あの、広報的な役割としてはいいとは思うんですけど、 いいんじゃないのかなと思うんですけども、ただ当選ラインに行くかどうかっていうと、いや結構難しいんちゃおうかなっていうね、今まで名前の上がってる、あの、有名人の方もですね、 そのツイッターで、ね、何十万人フォロワーとかおるたらまた別ですけども、まあ、1万人未満だったりですね、まあ、そういうのを見ると、ですね、えー、大丈夫なんかなという気がしてならないんですけどね、まあ、ただ比例投票先では、ね、立憲民主党は10%以上、13とか 10%っていうのはね、この間 NHK も出てましたから、えー、そこそこ票はね、1000万票以上は取るんだろうなというのは思うんですけども、えーまあ、それがね、あのどういうふうになるのかなというのはね、思いますけどね。えー、まあ、だから、とにかもう比例代表というのは、市井さんの、えー、名前というのをですね、書く人をどれだけ増やせるかというのが大切なんでね、そういうことを考えるとね、 いや、結構、今井さんよりは、やっぱり、あの、組織がないですかね。こ,これ、どっかの組織の候補とかね、立憲民主を支持してるどっかの組織の、えー、候補とかだったらですねあ、それは十分、あの、当選する可能性っていうのはあるんちゃうかなと思うんですけども、今んところよくわからへんなっていうのが、えー、感想ですね、まあ。どっかの組織、 え、がですね、強力にプッシュするってなったら、これが話は変わってくると思うんですけど、15万秒以上持ってるとことかね。うん、まあね、まあ、でも、こういう話題作りも僕は大切やと思うんでね。で山本太郎さんところに、ウーマンラッシュアワーの村本さんが出るかもしれないみたいな報道も東スポーで書いてあったりとかですね。まあ、そうやってなんか、あの、 話題で盛り上げていくっていうのも、僕は大切やと思うぜ、野党もね。うん。まあ、ただ、のほんまに当選するかどうかってなると、えー、今んとこ未知数かなっていう感じが、えー、しましたね。チャンネル登録よろしくね。